はい、どうもこんにちは、ボルクです。今回は、ヒスガジェットジャパン様から提供いただきました、USB カーチャージャー ICCC07 という商品を紹介していきます。メーカー名がこちら、商品分類と型番がこちら。でこの商品は 48W9.6A に対応しているみたいですで。側面には何もなくてですね、えー、商品箱の裏面に、 各ポートが 5V2.4A でトータルで 9.6A に対応していることが記載されていますそれでは開封していきます箱を開けていくとすぐにカーチャージャーの本体が見えてきますで箱の中には忘れ物はないですねで正面からだと 取り出しにくそうなので後ろを押さえて取り出しますこちらが取扱い所でこちらがメッセージカード並べていくと商品内容は全部で3点ですねでこちらがメッセージカードいつも通りですこちらが取扱説明書。中には全て英語で記載されています で商品箱の裏面にあったえ仕様ですね。も取り扱い説明書に記載されています。そしてこちらがカーチャージャーの本体ですね。筐体デザインは光沢感がある仕様になっています。正面には iClever、えー、というメーカーロゴが印刷されています。搭載されている USB ポートは全部で4つ。いずれもえ接続した端末に最適な充電を行うスマート ID に対応しています。 最大出力電流は 2.4A2.4A×4 で,4 4で、えー、最大合計 9.6A での、えー、充電が可能になっていますそれでは最後にこのカーチャージャーのサイズを計測していきますまずは奥行き定規を合わせてみるとおよそ 82mm ぐらいですかね続いて 高さ、2 7ミ、mm、リぐらいです。最後に幅、こちらが4 7ミ、mm、リぐらいですかね。コンパクトな設計になっていると言えそうです。今回の動画レビューはここまでになります。またブログに商品の内容をまとめていますので、もしよろしければ説明文のリンクよりご覧ください。 ブログ内の画像はクリックすることで拡大できるようにしています。最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではゲームに関する動画をほぼ毎日公開しています。ぜひ画面上のボタンからチャンネル登録をお願いします。画面上にボタンが表示されない場合には、動画下の赤いボタンからも登録が可能です。それではまた。 次回の動画でお会いしましょう。ボロクスでした。